くり飛行機チャンネル。最近話題のあのピッチャー、このところ負け知らずね。オリックスの山本選手のことか、連続勝利がついに途絶えてしまったけど。長い間勝ち続けるなんて、本当にすごい選手だね。だがそんな彼は高校時代までピッチャーではなかったそうだぜ。それは意外ね。もともとは内野手だったそう、高校1年生から投手に転向したんだとか。その決断は大成功だったね。人にはそれぞれの得意分野というものがあるんだぜ。そうだ、今回は不得意な分野での経験が原因になった出来事を紹介しよう。というわけで、今回はクロスエア3597便墜落事故についてお話しするぜ。クロスエア。クロスエアは、かつてスイスに存在した地域航空会社よ。地域航空会社か。主に近距離路線を運航していたんだね。そうよ、主にスイス国内線を運航していたわ。でも2002年、スイス航空の倒産に伴ってスイス国際航空に移行。クロスエアの名は消えたものの、運航路線や機材は継承されていったわ。さて、今回事故を起こしてしまったのはそんなクロスエア3597便。前置きはほどほどに、早速経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは、2001年11月24日のこと。クロスエア3597便は、ドイツのベルリンテーゲル空港を出発。スイス最大の空港である、チューリッヒ空港までのフライトだった。使用機材はアブロ RJ100 という小型ジェット機だった。これは確かイギリスのメーカーだっけ？そうだ、事故機はブリティッシュエアロスペースが1996年に製造した機体だった。小さな機体ながらも、4機のエンジンを備えているのが特徴的ね。操縦を担当したのは、当時57歳の機長。彼は2万時間近くの総飛行経験を有するベテランパイロットだった。かなり長い経験を有するパイロットだね。一方、副操縦士は当時25歳で500時間程度の飛行経験があるのみだった。機長と比べるとまだまだ経験が浅かったのね。ベテランパイロットと新人副操縦士の組み合わせか。事故機には彼らを合わせて5名の乗務員と28名の乗客、合計33名が搭乗した。出発は21時40分が見込まれ、出発に向けて準備を進めていた。もともと、3597便には49名の乗客が搭乗するはずだった。確か実際に搭乗したのは28名だったわね。そう、21名の旅行客は搭乗時刻に間に合わず現れなかったそうだ。予想より少ない乗客たちを乗せた時刻は21時50分、プッシュバックを開始。それから約10分が経過した、22時1分にベルリンを離陸。目的地までは1時間程度が見込まれる、短い空の旅が始まった。地域航空会社だけあって国際線とはいえ、短い路線だったのね。この時操縦を担当したのは機長で、副操縦士はそれ以外の業務を担当していた。高度2万7000フィートで巡航していた時刻機は、出発から40分後に降下を開始。そして機長と副操縦士は、着陸に関する打ち合わせを開始した。彼らはチューリッヒ空港の14番滑走路に着陸するだろうと想定。侵入は ILS という誘導電波を利用したものになるだろうとも話していた。おなじみの侵入方法だね。だがその後に受信した音声配信によると、使用滑走路の変更が通知されていた。使用滑走路の変更か、風向きでも変わったのかしら。目的地の主要滑走路は、乗員たちが事前に予想していた14番滑走路だった。しかしこの滑走路は、騒音軽減のため22時以降は使用できないことになっていた。主要滑走路が閉鎖された後、着陸に使用されたのは28番滑走路だった。急な滑走路や侵入方法の変更は嫌な予感がするわね。さらに悪いことに当時、チューリッヒはあいにくの天候だった。低空まで厚い雲が垂れ込めており、視程は3500メートルまで低下していた。視界不良での非精密侵入。あ。チューリッヒ時間21時50分頃、彼らは再び着陸の打ち合わせを開始。その際、機長は副操縦士に対してこの滑走路に着陸したことはあるかと質問。副操縦士は何度か着陸したことがあると答え、機長は侵入方法の説明を続けた。機長はベテランだけあって、着陸には慣れている様子だね。そして21時58分、管制官から滑走路への侵入許可が与えられた。それから5分後、別の航空機が28番滑走路に非精密侵入で着陸した。その際の報告によると、視程はかなり低下してきているとのことだった。天気がどんどん悪くなってきているわね。彼らが報告してきた視程は、たった4キロ程度とのことだった。一方この頃、事故機は空港から14キロを高度4000フィートで飛行していた。そして最終侵入に向けて降下を開始。その時の降下速度は毎分1200フィートと比較的速い降下速度だった。降下を始めて約1分後、事故機はタワー管制と交信を開始。21
28番滑走路への最終進入を開始したこと、空港まで11キロであることを報告した。天気が悪かったみたいだけど、乗員たちに空港は見えていたのかな？彼らの会話から推測するに、見えていたと思われる。まず、滑走路を視認すべき最低の高度を最低降下高度という。滑走路が見えないまま最低降下高度を下回っちゃダメなのよね。そうだ、着陸予定の28番滑走路の最低降下高度は2400フィートだった。その最低降下高度に到達する直前、機長は地上が見えると発言していた。副操縦士も肯定的な返事をしていたことから、滑走路が見えていたのだろう。この時点では着陸に支障がなかったのね。しかし、数分で状況が悪くなってしまうことを彼らはまだ知らなかった。22時6分22秒、滑走路に向けて降下している途中、電波高度計による500フィートのコールアウトが作動した。着陸目前だね。しかし、この時点で彼らには滑走路が見えていなかった。高度500フィートに到達した10秒後には着陸許可も降りていた。しかし許可が降りた直後、副操縦士はゴーアラウンドしますかと発言した。悪天候で滑走路が見えなくなったのかしら。機長もゴーアラウンドを判断、エンジン水力を増大して上昇を試みた。しかしそのわずか1秒後、大きな衝突音とともにコックピットボイスレコーダーが動作を停止した。ああ。ゴーアラウンドしたと思ったら地面に衝突なんて、あまりに突然の出来事ね。管制官もレーダーから機影が消えたのを見つけ、事故が起こったことに気づいた。すぐに救助隊を呼び出し、現場に到着したのは事故から15分後のことだった。思ったより早く現場に到着したのね。残骸が見つかったのは、空港から約4キロ手前の樹木が茂る丘陵地帯だった。現場の標高は約520メートルに及び、上昇が間に合わず衝突したのだった。搭乗していた人たちはどうなったのかしら？乗員乗客33名のうち、24名が犠牲となってしまった。その中にはパッションフルーツという音楽グループのメンバーも含まれていた。一方で生存者の中には、メンバーの騒ぎに嫌気がさし後部に移動した人がいた。彼らにとって予定外の移動は不幸中の幸いだったわね。それにしても、今回は悪天候の中降下しすぎたのが原因みたいだね。そうね、なぜ事故機は空港の4キロも手前で衝突してしまったのかしら。それには複数の驚くべき要因が存在していたんだ。クロスエア3597便は悪天候の中、チューリッヒ空港に侵入していた。当初は空港が見えていたものの、降下に伴って見えなくなってしまった。侵入復興を決めた直後に丘陵地帯に墜落、多くの死傷者を出した今回の事故。なぜ事故機は大きく手前で降下しすぎたのか、それは動画後半でお話しするぜ。お願いします。経過を聞く限り、機体に何か異常が起こっていた可能性は低そうだね。本当ね、いわゆるシーフィットに分類される航空事故だと感じたわ。そうだな、シーフィットを日本語で言うと制御された墜落とでもなろうか。操縦ミスなどが原因で、機体が地面に墜落することを示す言葉だ。とはいえ、調査ではあらゆる可能性が検討されなければならない。確かに、原因の断定は慎重に行う必要があるわね。まず機体に故障や不具合がなかったのかが調べられた。その結果はどうだったの？残骸を検証したところ、故障や景気の異常などは確認されなかった。また飛行記録装置を解析したところ、直前まで自動操縦が作動していたことが判明。さらに各座面の記録も、確認できる範囲では正常に作動していた。加えてコックピットボイスレコーダーの記録によると、乗員たちは事故直前まで危険に気づいていなかった。つまり、乗員たちは降下しすぎていることに全く気づいていなかったということか。なおかつ、機体に異常はなかったと。それ以外にも、電波標識や自動操縦の不具合などあらゆる可能性が検討された。しかし不具合などは見つからず、事故には人的要因が潜んでいると考えられた。人的要因か、具体的にはどんな要因があったのかしら。そういえば当時、目的地は視界不良で天気が良くなかったんだっけ。そうだ、今回の事故原因は滑走路が見えない中で無理な侵入を続けた点にあった。事故当時、チューリッヒ空港の視程は約3500メートル程度だった。一方、最終降下開始地点で滑走路を視認するには3700メートルの視程が必要だった。なるほど、規定の範囲内で滑走路を視認するのはかなり困難だったのね。でも事故機は当初、滑走路が見えていると報告したんじゃなかったっけ？確かにそうだが、当時は低空まで雲が垂れ込めていた。そのため最終降下開始前に雲に突入し、滑走路を見失っても不思議ではない。実際、副操縦士はゴーアラウンドするかと機長に尋ねていた。滑走路が視認できず、着陸を続けるのを躊躇した可能性が高いわね。機長がゴーアラウンドに同意していることからも、そう考えるのが自然だね。
となると問題なのは、なぜ滑走路が見えないのに降下を続けたのかという点だ。そこで操縦していた乗員たちの経歴について詳しく調べられた。まずは副操縦士についてだ。彼は機長と比べて飛行経験が短かったね。副操縦士は2000年7月にクロスエアに入社。約1年に及ぶ訓練を経て試験に合格し、副操縦士になったばかりだった。彼に何か問題が見つかったの？副操縦士の性格は繊細かつ友好的で、時に自分を過小評価することがあったそう。真面目で謙虚な性格だったんだろうね。副操縦士は調和を重んじるタイプで、性格的な問題は指摘されていなかった。飛行試験にも合格しており、副操縦士に関して大きな問題は見つからなかった。ということは、当時操縦を担当していた機長に何か問題があったのかしら。残念ながらその通りだ。でも機長は2万時間近くの経験を有するベテランパイロットだったのよね。そうだ、だが飛行時間が長ければいいというものではない。1961年、機長が17歳の時に初めて航空訓練に申し込んだが結果は不合格。さらに2度申請したが、教育資格を満たさなかったためやはり不合格。そのため、彼はグライダーや単発機など小型機の訓練を開始。1970年代までは小型機の飛行教官などを務め、1979年にクロスエアを受験。結果は合格だったものの、平均以下から平均程度の成績だったという。よくその成績で合格できたわね。よほど人員が不足していたのかな。報告書によると、彼は小型機による有視界方式の飛行に長けていたのだという。しかし、計器飛行方式の試験には2度失敗している点を指摘している。一口にパイロットと言っても、人によって得意分野が異なるのね。入社後の飛行実績は平均以上と評価されたが、乗務中にいくつかミスを犯した。いくつかのミス？1990年2月、彼は地上でランディングギアの不具合に備えた訓練を実施。訓練中に地上でランディングギアの格納を試みたところ、機体は全損してしまった。地上でランディングギアを格納って、どういうこと？小型機であれば地上ではギアに負荷がかかっているため、格納は中断される。しかし、この時使用したサーブ340という飛行機にその仕組みはなかった。機長は小型機での豊富な経験から、ギアは格納されないと勘違いしてしまった。そして地上でランディングギアを格納した結果、機体が地上に激突し全損した。小型機の経験が豊富だったことがよくわかるエピソードね。さらに、管制指示の不遵守や不必要な急降下などの数多くのミスもしていた。うん。なかなか厳しいね。ある日、サーブ340に乗務していた機長はジェット機への移行を試みることになった。しかし技能上の問題があると指摘され、彼は再びサーブ340での乗務を再開した。彼にとってジェット機での乗務は厳しいものがあるわね。その間もミスを連発した機長、だがクロスエアでサーブ340の退役計画が始まった。機長が引き続き乗務を希望したため、会社は特に説明もなく RJ100 での乗務を提案。操縦訓練を経て事故機での乗務を開始したのは、事故が起こる半年前だった。つまり機長は、事故機での飛行経験に関しては短かったんだね。そうだ、彼の事故機での飛行経験は290時間にも満たなかった。飛行経験こそ長けれど、実績が伴っていたとは言い難いわね。しかし機長は2万時間に及ぶ飛行経験があったため、飛行中は冷静だった。そのため、報告書では機長に過信があったと指摘している。彼は長い経験から、すぐに滑走路が見えるはずだと思い込んだ可能性がある。経験が長い分、判断には自信を持っていたのかもしれないわね。経験や勘も大切だけど、それだけに頼るのは危険だったね。それがこの世界の難しいところでもあるわよね。結局彼は滑走路が見えない中、降下を続けてしまった。そんな機長だったが、副操縦士と比べて飛行時間の差は歴然だった。そのため彼は機長に萎縮し、危険を伝えるのが遅れた可能性が指摘されている。つまり乗員間の連携が取れていなかったということね。新人とベテランの組み合わせにはこういった危険性があるんだね。つまり今回の事故は視界不良で滑走路が見えない中、侵入を続けた機長。そのことについて、最低降下高度を下回っても危険を伝えなかった副操縦士。彼ら2名に関して、事故の大きな要因があったものと結論付けられた。確かに今回の事故に関しては人的ミスが重なったと言わざるを得ないわね。それ以外にも、アプローチチャートに空港手前にある丘の記載がなかったこと。事故機に搭載されていた対地接近警報が旧式のため、警報が鳴らなかったこと。クルーリソースマネジメント訓練が適切に実施されていなかったこと。そして多くの問題を抱えた機長を乗務に就かせた、クロスエアの乗員管理。こうした複数の要因が重なり、事故が起こってしまったというわけだった。確かに機長だけが一方的に悪いのではなく、彼に厳しい判断を下せなかったクロスエアにも問題があったわね。
管理責任の重さも改めて実感するね。今回の事故を受けて、単に飛行時間だけで乗務員の組み合わせを決めないこと。また、乗員管理ガイドラインの策定並びに経歴確認の強化が勧告された。というわけで、これがクロスエア3597便墜落事故の概要だ。パイロットにも適材適所があるということを、今回の話で初めて知ったよ。本当ね、少なくとも小型機の有視界飛行では優秀な教官だったんでしょ。だな、そして経験が長くとも己を過信しないことも大切だな。そうだね、経験や勘だけに頼るのは危険だということがよくわかったよ。それじゃあ、航空小話のコーナー。今回は奈良県に建設される予定の空港についてお話しするわ。奈良県に空港が？現在、空路で奈良県に行くには伊丹空港、各管区を利用するのが一般的だね。そうね、新しい空港の建設が予定されているのは奈良県五条市。奈良県中部に位置しており、人口3万5000人程度の小さな市よ。なぜここに新しい空港が建設されることになったんだ？確かに、そこまで観光需要は見込めないように思うけど。建設予定なのは単なる旅客用空港ではなく、防災拠点としての空港だそうよ。なるほど、それなら一般的な旅客便は就航しない可能性があるな。南海トラフ地震を想定し、近畿地方の中心部に防災拠点を建設することになったそう。2000メートル級の滑走路を備える新空港、完成は2040年以降になる見通しよ。まだまだ先の話だね。現在はまだ敷地の整備段階、次の段階では600メートルの滑走路を整備する予定なんだって。この空港はなんていう名前になるんだろうな。無難に行くと、奈良空港とか五条空港になるのかな。青に吉奈良空港という愛称がついてもおかしくないわね。いつか空港紹介のコーナーで新空港を取り上げる日が来るといいな。それは、どうだろう。いずれにしても新しい空港ができるのはなんだかワクワクするわね。それじゃあ今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。どこまでも青い空。